こんにちは、池田真子です。今日のマコチャンネルはアイテムです。はい、今日はタイトルにもあった通りパンツ公開しますはい、パンツ公開っていきなり言ったら何やねんってキモいなって思うかもしれないんですけど、じゃなくてちょっとこの最近いいパンツ見つけて皆さんにこれはちょっとおすすめしたいと思ったんで、ちょっと紹介していきたいと思います。それではご覧ください。マコチャンネルスタート。はい、では早速紹介していきます。私がおすすめしたいのはこれです。じゃん、ユニクロのウルトラシームレースショーツです。はい、これはもうね、知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、めっちゃおすすめです。最初にネイビー買って、で今日パープル履いてるんですけどはい、また2個買ってもうリピ買いしちゃいました。これはもうほんまによくて、何が違うかって言ったら、服を着た時にパンツの肩が全然つかないんですよ。でここに書いてる通り、カットオフ技術でゴムも縫い目もない究極のフラットショーツって書いてるんですけど、ちょっと開けていきたいと思います。これこのカラーはピンク、こっちのベージュはちょっと撮影とかする時に、結構さ白い服とか着る時とかに濃いめの色とか、まあ、こういうピンクとかでもなんか若干つけたりするんですけど、いつもキャミソールとかも結構ベージュの色とか着ていくんですけど、パンツってなんかあんまなくて、このパンツさ後もつかへんし透けにくいし、めっちゃ嫌と思ってベージュも買いました。はい、で開けていきます。もう生地がなんかほんまにツルツルテロテロっていうか、めっちゃ気持ちいいんですよ。でほら、ゴムがない。ほらこのここもゴムがない、こんなパンツになってます。こんなパンツ今までなかったからさ、ちょっと最初はなんかゆるゆるになったりしへんのかなとか思ったんですけど、でも履いてみたらなんかちゃんとフィット感もあって、でお腹が痛くなるとかさ、なんかゴムのなんかきついとかそんなの全然なくて、ちゃんとゆるくもなくピタって軽い、着心地、着心地がめっちゃ軽いんですよ。なんていうんやろ、こう触った瞬間ひんやりするっていうか、めっちゃ気持ちいい素材、ツルツル系ので、しっかりここもほら伸びもいいし、ほんまにもうここに書いてる通り快適です。これはめっちゃいい。でなんかそのカラーもいろいろ種類出てて、私は結局全部で今4枚持ってるんですけど、もうパンツ全部これでいいやんってぐらいめっちゃいいです。で今日も履いてるんですけど、ちょっと普通のパンツやってさ、ほらこういうさ、最近なんか薄めの生地の何スカンツとかさ多いと思うんですけど、やっぱりなんかこの線つくのがもうめっちゃ気になってて、でそのほらあんまついてないの分かるかな、悩みを解決してくれました。線ついて見えるかななんか動画にさ、カメラにお尻向けるってちょっとおかしいかもしれないんですけど、ちょっとなんかお尻大きいねんな、わかるかな、この辺にね多分あると思うんですけど、あんまり見えないっていうか、まもうめっちゃぴっちりなしたら若干線映るんですけど、ほんまになんか階段上がる時とかもうめっちゃ自分でこう歩いてる時に、うわちょっと今線入ってないかなとかめっちゃ気になってたんですけど、そんなんがもう全然気にならなくなったし、めっちゃいい。ベージュもこんな感じです。軽いしな。でほら中はこんな感じです。ちゃんとほら伸びてくれるし、でしかもこれのお値段が590円です。税抜き価格で590円、まあ、プチプラやし、ほんまに1個持ってても絶対差はないと思います。最近の服とかやっぱり結構線が入りやすいの多かったりとかして、そういうのでなんか悩んでる方とか多いんじゃないかなと思うんですけど、私も実際そうやったし、なんですけどほんまにこのパンツは線がいかなくなって、もうこういうのほんま探してた、ほんまこれで待って待ってた。なんかティーバッグとか私入ることなくて、なんかどんな感じなのって思ってたんですよ。なんかその線入らへんし、しかもなんか形が綺麗になっていくみたいなのは聞いてたんですけど、でまあその履く機会なく終わってたんですけど、これ見つけてこれいいやんと思って履いたらもう気に入りすぎていっぱい買っちゃいました。例えばね、学生さんだったら体操服のさ短パン履いた時にこう線いくのが嫌やとかさ、大人の方だったらこうスーツとか履いた時とかも線こういうの履いてたら行きにくいし、もう本当に女性の皆さんにおすすめしたいパンツですしかも590円なんで絶対試す価値はあると思います。やっぱり人それぞれなんかこれはちょっと気に入らんかもとかあるかもしれないんですけど、もしその線いくので悩まれてる方は一回試してみてみるのはいいんじゃないかなと思います。ぜひ気になった方はユニクロでチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はユニクロのパンツの紹介でした。私が超おすすめしたいものだったんで、最初はなんか
パンツ紹介とか言ったらさ、まこちゃんネル的にどうなんやろとかも思って考えたんですけど、でもやっぱりほんまにこういうので悩まれてる方って多いと思うんですよ。でそういう方がもし他にももっといれば、なんか自分みたいにさ、なんかこう悩み解決してほしいし、やっぱおすすめいいものを見つけたらさ、やっぱみんなにも共有したいじゃないですか。なのでちょっとたくさんの方におすすめできたらなと思って今回紹介させていただきました。他にも池田もこのまこチャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら部屋からコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。池田セカンドもチェックしてください。ということで今日は池田もこのおすすめするユニクロパンツの紹介でした。バイバーイ。